お疲れちゃんです、ラットです。というわけで今回もクラッシュトロールやっていくんですけども、今日はねこちらのマジアチャオールブレイカーやっていきたいなと思います。今ねマルチの上位で超流行ってます。これ今のオールブレイカーデッキで多分一番強いんじゃないかなっていうぐらい、まあ、ぶっ壊れのね、はい、デッキでございます。というわけでやっていきます。気づけばシーズンあと1週間ぐらいなんですけども、今はねマルチの上位がもう7級とか78,7900とか言ってて、今シーズンね8500とかなんなら出るんじゃないっていうぐらいみんなねトロフィーが上がってますので、ぜひねこう最多トロフィー更新とかね皆さんも目指して、あと1週間なので、はい、頑張っていきましょうという感じですね。僕も今なんか120位とか130位ら辺をうろうろしてるんで、ちょっとねこうまあ2桁1桁目指して頑張りたいなと思ってはいます。思っています。このやりこぶ追加いらなかったかもしれないですね。ケツから流しておけばよかった。さあ、相手は、ラバデッキ。これは、で、僕のこのオールブレイカーは、なんかね、こう、小物に強いのかな？よいしょ。これは、ボムの爆破で処理します。まあ、ラバとかゴレにも、意外とってか結構戦えます。まあ、このボム？だからボムの爆破がやっぱ鬼強くて、このボム爆破で意外とゴーレムとかラバルとかも光栄をね飛ばせるっていうので結構ね大型にも戦えます。そして高回転にも強い。枯渇とかには間違いなくね、だってトルネウッドマジアチャですから相性いいんではないでしょうか。というわけでさあ、リガーだけだと無視されちゃうので、こう無視できない攻めをしてコストを使わせます。なんか相手なんかちっこいの多いな。いやめちゃくちゃ多くない？このちっこいの。このちっこいの嫌なんですよね。で今んとこスペルが見えてないので、ちょっと、ね、こうマジアチャとか普通にね、守りつつ、あれ取るなれば守れますね。なんなら来ねえかな。あ、来た。ラッキー。これだと吸えるっすよね。よしよし。で、まあ、待って、これワンチャンキングが折れるみたいなさ、珍事件起きちゃいそうなんで、ちょっとヤリゴブリンでカバーします。で、オッケーオッケー、パピー痛いですけど、言うてね、僕の攻めも入ってはいるので、まあ、こうなっちまえば、楽勝ですよねっていう。相手のスペルがないのかな、もしかしたらファイボとか。で、これは、またちっこいのがいっぱい出てきそうなんで。で、マジアチャで防衛しつつ、ウォールブレイカーで攻めます。基本的にこう、ウォールブレイカーとか、あとは、まあ、相手が高回転だったら、ヤリゴブリンとかも、どんどんね、裂いていった方がいいです。端前で。これ、ボムに瞬間します。延命します。いや、ボム一周でよかったのかな。さあ、いや、耐えれそう。いや、高回転、強いっすよね。だって、今の守れるって、意味わかんないっすもん。普通に。で、まあ、マジアチャ、これは無視か。でも、こっちは無視できないよねっていうので、ディガーを飛ばして、あれにね、コストを使わせると、この間にね、こう、ラバ弾けたのも簡単に処理できて、やっぱり最後は、射抜くっしょっていうね、感じで、射抜こうとしたら、微妙にしか刺さってねえな。ふふ。スケルトン部隊いきます。お疲れ様でした。よっしゃー。はい、ヤリゴブリン咲いた。ヤリゴブリン咲いたのは俺か。ふふ。だって、いい感じだったのに。台無し。よしよし。まあ、あと70なんで、ウッドけんないですね。とりあえず攻めて終わり。よし、グッドゲームと、まあ、いうわけで、相手がね、ラバル組んできて、それをこう、施設取るんで、キング起動できたのが、まあ、でかかったですね。まあ、あれが、押しないと、やっぱ後半、戦えなくなるので、大型に対してとかは、できるだけやっぱ、キング起動ですね。クラロワでキング起動ってもう、めちゃくちゃ大事です。すごい大事です。やったら勝てる。やらなきゃ負けるぐらい、変わります。まあ、そんなわけで、結構使い方シンプルですね。本当にウォールブレイカー飛ばして、まあ、相手がなんか対応してきたのを回収、ヤリゴブリンで回収してディガー飛ばしたりだとか、まああとはこう、まあ逆もありますけど、まあ、ヤリゴブリンを飛ばして、相手がユニット出してきたのをナイトで回収して、まあウォールブレイカーと組み合わせるみたいな。まあそんな感じですけど、なんかウォールブレイカーとヤリゴブリンを一生ちまちま飛ばしておけばいいんですよ。ちまちま飛ばして、なんか相手のユニット回収して、またディガーウォールブレイカーって。なんかそんな感じっすね。さあ、今回相手はタルババアキョスケキョロイかな。おーい、いいトルネだ。あ、けど、ありがとう。射抜かしていただきます。え、トルネ？キョスケにトルネ？なんかあんま、いやっす。なんかバルーンみたいな。
バルーンっぽい顔してますね。いやでもこれのデッキあれなんですね。バルーン相性いいんですよね、非常に。よし。これだな。これなんかボムの爆破でさ、じゃあ、キョスケの爆破でさ、僕のボムが行かれるみたいなよくありますよね。このベビー嫌だ。いやめっちゃ素敵。いや、めっちゃ素敵じゃない？で、このあの、ディガーのダメージもなんなら抑えたいっていうね。で、もしタルババで対応されても、ウォールブレイカー釣りで耐えます。よしよしよし。これで、こう、タルババがね、殴るところを殴らせないよ。で、しかも僕このウォールブレイカーの2コスに対して、相手はね、4コスのボムタワーなんで。で、一応トルネードがあるターンなので、次ディガー飛ばすなら前ですね。で、早い段階で飛ばしちゃいたいな、多分。まあ、ボムが邪魔なんで、ボム壊れてから飛ばすんですけど、ボム壊れてだったら普通に多分、キョスケ受けされると思うんですよ。まあ、多分、キョスケマッチョくんだと思うんだけどなぁ。どすこい。アイウィズじいちゃん。いやで、これ、射抜くのは、さすがに、バレてそう。ケツから来るんかい。まあまあまあ。これ、何なら言ってもいいですけどね。ここで、こう、ウォールブレイカー飛ばして、ちょっと押しなんかね、相手にこう、トルネをね、防衛で使わせるっていう。で、こう、槍ゴブリンで地味に延命していって、いや、このトルネはね、やりたすぎるけど、我慢ですね。やりたいけど我慢。一応相手バルーンだったんでね。で、ここはしっかり巨大スケルトンの爆破が邪魔なので、キョスケでね、巻き込まれないようにして、ちょっとベビードラ系もね、贅沢に爆破に入れちゃいましょう。さあ、まあ、ここはね、ボムタワーだと思いますけどね。さすがに。さあ、ディガーで削っていく。いや、これ、始まりないと知ってもいい気がしたけど、せんでもよかったかもしれんな。まあ、地味にね、この、ベビドラが厄介ですね、さっきから。で、ここはあの、キョスケの爆破は嫌なので、ちょっと、ボムを延命しつつ、攻めウォールブレイク。いや、この、攻めディガーウォールブレイクは、さて今めっちゃ良かったっすよね。自分で言うのもあれなんですけど。まあ、こんな感じで守りつつ、地道に、ね、攻めていきます。まあ、なんか、キョスケとか来んのかな。で、ボム置いて、まあ、ほんと、ちまちまですか、削っていきます。いや、まあ、最後こう攻め取るんで最後しちゃえば終わるんですけど、タイミングをね、伺ってます。そう、相手の、まあ、なかなかいいバルーンが来ちゃいましたね。これ、キング、いや、キングにしそうと思ったんですけど、やばい、キングすればよかった。あって、やばい。キングにしそうと思ったんですけど、今、キングもしかしたら落ちちゃうなって思って、急遽ボムタワーにね、変えたんですけど、変えたことによって大ダメージ受けちゃいましたね。さあ、ちょっとやばい。さあ、これは、待って、やばいやばい、待って。オッケーオッケー。いや、耐えれる耐えれる。いや、絶対耐えれる。いや、耐えて。耐えて。オッケーオッケーオッケー。いや、怖えー、なんか、もっとこう、楽にいけると思ってるんですけど、僕の中では。あ、これもう、攻め取るんで終わらせようかな。ティッ。あ、ちょっと待って。待って。あ、来た、あはーい。芝トルネだったな。実際ね。今の実際は、あのトルネ世界一無駄でしたから。いや、でもあのトルネによって、ディガーに近づいていって、射抜きが成功したのは若干ありますね。じゃ、結果的には神トルネ。ふぅ、さあ、エレスピスケ。となると、クロッちゃん。あとわかんないな。タルババ。いやー、なんだこれ。あ、ロイか。公開点ロイっすね。公開点ロイは、うわ、ちょっと嫌ですが、みたいな。一発か。一発ですら、うわ、耐えるでかい。さあ、公開点ロイね、めちゃくちゃ大変ですけど、思ってる以上に耐えれます。で、ロイだとトルネが入ってないので、ディガーの位置変えて、こう、槍ゴブとかでも攻めちゃおうかな。なんか、上手い人多分ここでウォールブレイカーまで行く気がするんだよな。なんか、そんなにやるっていうぐらい攻めるじゃないですか。あの人たち。タルババかな、まあ。次の周期で頑張ろうかな。次の、ディガー槍ゴブウォールブレイカーまで行っていい気もするけど、いや、このロイ J めっちゃいいロイ J だな。さあ、ウッドで、ちょっと。ボムあんま早く、先置きすると壊されちゃうんでね。やばい。謎に1個高い。1個低めでよかった。さからの。一応これ、いや、取れにいらねえかな。まあまあ。これ、結露なんで、これちょっとあれっすね。許容します。
あんま今ウッド打っちゃってると次のロイが止まんないって感じかな。さあ来た、ウッドからのボムかな。耐えてくれ。いやボム強いっすよね、こう見ると一発。でもうなんかユニット1枚された瞬間のウォールブレイカーが強いんですよね、この。いや防衛うめえぞちょっと待ってくれよ、防衛うめえじゃん、めっちゃこれ攻めちゃおう。ファイブ早えじゃん、ちょっと待ってくれよ、なんで俺だけそんなダメージ受けなきゃいけねえんだよ。さあ、あれマジアチェリー抜いたりはいらねえな。もう死ぬ気で耐える以外なんもないっすね。マジアチェがやっぱね、ファイブ打たれる人になっちゃってるのがちょっと辛いっすよね。さあ、やりゴブと、あとウッドと、これ一周目ボムで耐えたいっすよね。耐えたい。で、攻めつつ、トルネとウッドか。いや痛い、いやーそれ入るの痛すぎる、待ってくれよ。いやこのトリトンも痛い。いやハンター強い、ハンター強い。いやこれ犬子、いやー分かってる相手も。いやこの人めっちゃうまいっすよねまあ確定サバーカなんですけど、いやこれ耐えれねえか。640、一回防衛の構え。さあ常に警戒してますね。いや耐えれそうなんだよ。ファイブサイトね、これ顔面でよかったのか今ロイのね。いや耐えれる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 からの、反対読み。いやファイブ耐える、いやワンチャル。待って、ウッドけんな。来た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 、待って、なんでやねん、なんでやねん。今絶対俺の方が早かったてかウッドが遅かった。あれ俺のウッド絶対あれやね、ちょっと重かったで、まあ、マジか今絶対勝ったと思ったな、なんかコスト重かったかな。いやー今の負けるか、ちょっとめっちゃ悔しいっすね。まあでもなんか思った以上にやっぱ守れる、そうですね、ロイジェンも結構守れるので、ぜひね、いや、負けちまったら悔しいんですけど、今の環境、このウォールブレイカー超強いので、皆さんもぜひ、使ってみてください。というわけで、終わります。よければ、チャンネル登録、高評価ね、コメントもよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またねー。